アウトサイダーの思い出、田上健太 VS 前期ジ・アウトサイダー第39戦で、現在はライズやブレイキングダウンなどで活躍する田上選手と、ライジンでユーシ選手と戦った前期選手が試合を行った。当時前期選手は初出場ながら格闘技通算戦績8戦7勝1敗という触れ込みでの参戦。対する田上選手はアウトサイダー通算11戦をし、2勝7敗2分けと勝ち星に恵まれない状況だった。2ラウンドもいらない、1ラウンドで終わらせる、もちろん俺が勝つと試合前のコメントからも自信に満ち溢れた前期選手。試合は2ラウンド1分7秒、田上選手が TKO で勝利した。